池田駅は、北海道中川郡池田町麻東一条32番地、一にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は、K36。電報略号は池。事務官コードは11421。特急、大空を含め、すべての列車が停車する。1977年の池田駅と、 周囲 1km1.5km 範囲。上が、根室本線帯広方面及び地北線北見方面。池田にはかつて、富士製紙池田パループ工場があり、都市別川上流の本別駅や諸路駅、陸別駅等から地北線を使用して、木材を輸送していた。駅裏の仕分け線から、根室本線と地北線の間に、 町の北にあった工場へ向けて引き込み線が敷かれていたが、1930年の工場廃止に伴い撤去され跡形もなくなっている。駅裏南側には1985年に廃止されて、釧路車両管理所へ移管されるまで、同等方面の車両管理を引き受けていた機関区があり、多くの側線とともに転車台の残る車庫が見える。 また大正7年から大正12年にかけて、新田帯川が10ドル川流域の東体まで、馬車軌道を設けていた。機関区の裏辺りから本線に沿って南下した後、10ドル川に沿って東へ向かっていた。軌道跡は、あまりに古いために認識することはできない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成開墾が始まった1896年に、徳川義信の伊豆を池田中白が、都市別川と十勝川の合流点付近に池田農場を開設し、鉄道開通時その農場内に駅ができたことに由来する。もともと道地は、アイヌ語で、西洋佐和人入植後はこれに漢字を当てた。 長官と呼ばれていたが、市街が当駅周辺に形成されたため、1926年7月1日の調整施行に再始長名が池田に変更された。単式、島式ホームを組み合わせた計2面3線の地上駅。上り本線が1番線、下り本線が2番線となっているが、3線とも上下列車が使用可能となっている。 そのため、特急列車は、札幌行き、釧路行きともに、改札口すぐの一番線を使用し、普通列車も、方向を問わずすべての線路を使用する。お互いのホームは、古戦橋で連絡している。三番線の滝川方が途中から切り欠かれているが、これは2006年4月に廃止された、ふるさと銀河線用の四番線の跡である。このほか 根室本線直通列車を中心に3番線も使用していた。ふるさと銀河線廃止まで地北高原鉄道は運行拠点として池田運転支所を設置していたが営業職員は配置されていなかった。専用線は大正時代から昭和初期にかけて富士製紙池田倉庫火力発電所向けが付設されたが戦後まで残っていたのは 池田倉庫線と戦後に新たに設けられた日本天才政党に受線で、それらも昭和30年代半ばまでに廃止された。夜間大白は設定されていない。当駅と帯広運転所の間で改装される。社員配置駅。管理駅として幕別豊頃間の各駅を管理下に置いている。緑の窓口設置。かつてはキオスクが営業していた。 一日の平均上高人員は以下の通りである。池田町の中心部に位置し、役場などの公共施設がある。古くは2社が駅弁を販売していたが、現在は駅前のレストラン米倉1社のみ。バナナ饅頭が有名。米倉サブロが1905年に校内営業を許可され、当時は高価であったバナナの風味を味わってもらおうと、バナナ饅頭を 開発を販売した。主な駅弁は、下記の通り。ありがとうございます。